はようございます、こんにちは、こんばんは。バイオリニストの倉田凛乃です。今日はビブラート第3弾のうちの第2弾を話していきたいと思います。3回にわたってお話をしていっているんですけれども、まずビブラートというのは音の波を作って揺らぎを出す表現方法というのは前回お伝えしましたが、なぜビブラートという奏法を使うのか、重要なテクニックとして捉えられるビブラートですが、ビブラートの基本的な技術、例えば音を均等に入れられるようにしたり、自由自在なスピードや幅を作るための練習というものはその曲の表情をつけるためですよね。なので様々なスピードや幅のビブラートをテクニックとして持っておくと、より表現豊かな演奏ができるということで、その表情は様々で無限大です。故にビブラートはその人の個性であるとかセンスが問われるなどと言われるわけですね。なのでよく基礎が大事と言われていますが、ビブラートの練習においては形にこだわるばかりではなく、曲の中で自分が必要な、ビブラートを選択しながら弾けるような実践的な練習を積み重ねていけるのが一番いいのではないかなというふうに思います。基礎の組み合わせによって曲が出来上がると言っても過言ではないくらい、テクニックを基礎練習で身につけるというのはとても必要なことです。ですがこのビブラートに関しては、弾きながら本来ビブラートに入れる行為のそのものの意味をより理解して取り組むと、より自然な動きを模索するようになりますし、テクニックとして抜き出す普段の練習パターンの逆発想の練習に取り組んでみるのも大事な練習方法なんじゃないかなと思います。ということは決まりはないのです。そう思うとリラックスして練習に取り組めませんか？実際私もビブラートを取り掛かり始めの頃、メトロノームを入れてこうきっちり行う練習だけではなくって、簡単な旋律の曲にビブラートを取り入れながら練習したりとかしていました。まとめると、日頃の練習として一定のスピードを保つためにメトロノームを入れて回数を設定する、その中でも様々な回数や振り幅で設定をしておく、それに加え発展系の練習、曲の中で創意工夫を凝らし、より自然なビブラートを模索することが必要ということになります。皆さんビブラートができるようになると表現方法がいっぱい、できるようになりますので、ぜひ取り掛かってみてください。ということでバイバイ。本日も最後までご覧いただきありがとうございます。このチャンネルではバイオリンのことを手軽に学べて楽しめる動画を配信しています。バイオリンは輝き続けるあなたへ人生の学びを与えてくれます。そんな奥深いクラシックの世界に一歩を踏み出すきっかけを提供できればと思っております。レッスンやメンバーシップにてお悩み相談も行っていますので、概要欄のリンクからどうぞ。チャンネル登録、いいね、そしてコメントもどんどんお待ちしております。